おはようございます。ただいまから、文化環境委員会を開会いたします。欠席届が、都民委員山本委員から提出されております。本日は文化市民局関係で報告2件の聴取を行うことといたします。なお本日は環境政策局については報告案件がありませんので、質問のある方はただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容を申し出いただきますようお願いいたします。いかがでしょうか。なし。はい。それでは本日は環境政策局に対する質問は行わないことといたします。なお前回の委員会で文化市民局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました。以上ご了承願います。それでは文化市民局関係の報告聴取を行います。まずはじめに転入者と地域住民との交流を促進するための連絡調整に関する制度の改正に関わる市民意見募集の結果についての報告を聴取いたします。理社報告願います。山村地域コミュニティ活性化北部参観振興部長、はい、着席して報告してください。はい、ありがとうございます。それでは、転入者と地域住民との交流を促進するための連絡調整に関する制度の改正に係る市民意見募集の結果についてご報告を申し上げます。お手元に文化環境委員会資料をお配りしておりますのでご覧いただきますようお願いいたします。京都市ではマンション新築時に転入される多くの住民の方が地域コミュニティに円滑に参加できるようにするため、あらかじめ地域と事業者が自治会加入等に必要な事項に関して協議することを支援する仕組みとして、事業者側の窓口となる連絡調整担当者の選任届出を事業者に義務付け、地元からの請求に基づき開示する制度を平成24年7月から運用しております。マンション新築と同様に多くの転入される方が見込まれる戸建て住宅の宅地開発についてもこの連絡調整制度の対象とするとともに、自治会加入促進を効果的に行えるよう地域と事業者がより早期に協議する仕組みに制度改正を行うこととしております。この度6月19日の文化環境委員会で報告いたしました連絡調整制度の改正に係る市民意見募集について、その結果を取りまとめましたのでご報告をいたします。1、市民意見募集の結果についてでございます。両学校1、募集期間についてはこの7月2日から7月の31日まで実施いたしました。括弧2、周知方法についてでございます。本市ホームページへの掲載や市民意見募集リーフレットの配下、また各区役所、市を通じた学自治連合会長等への案内、関係団体等への案内などを行っております。両学校3、意見募集結果についてでございます。ご意見数にありますように応募者数は115人、意見数は214件となっております。2ページの方をお開けください。ご意見をいただいた方の属性につきましては、まず居住地について応募者の京都市内と市外の人数を、続きまして応募者の年齢区分別の人数、そして性別の人数を記載させていただいております。ご意見の内訳についてでございます。全214件のうち制度改正に関するご意見が180件、地域コミュニティ全般に関するご意見が34件でございます。制度改正に関するご意見のうち制度案の方向性に関することが56件、制度の対象拡大に関することが20件、地域との協議の開始時期の早期化に関することが21件、制度の運用に関することが83件いただいております。主なご意見と本市の考え方につきましてはお手数ですけれども、別紙によりご報告をさせていただきますので、別紙の市民意見募集に対する市民の皆様の主なご意見と本市の考え方の方のご覧いただきたいと思います。まず括弧1、制度案の方向性に関することについてでございます。制度改正に賛成のご意見では、地域住民のつながりの希薄化の歯止めを期待する、事業者やマンション住民にも地域の状況を知って地域に入ってほしい、地域のコミュニティが安心安全につながり不動産価格等にも良い影響を及ぼす制度となればよいなどの賛成のご意見を54件いただいております。本市の考え方といたしまして、ご意見をいただきましたとおり、地域事業者京都市が連携して自治会等への加入促進に取り組む機運と、京都での住まいを探す際に地域活動を重視する意識を高めるとともに、
京都ならではの地域のつながりを大切にし、住民の皆様が安心して快適に暮らすことができる地域コミュニティの実現を目指し、京都市地域コミュニティ活性化推進条例の改正に向け手続きを進めるとともに、制度の円滑な運用のため手引きの作成や周知啓発を実施してまいります。一方、制度改正に反対のご意見を2件いただいております。うち1件の反対理由は、自治会加入促進活動が開発反対運動につながるとのことであり、後ほど該当のところで本市の考え方を説明させていただきます。申し訳ございません。2ページの方をお開き願います。括弧に、制度の戸建て住宅の宅地開発への対象拡大に関することについて賛成のご意見を10件いただいており、本市といたしましても戸建て住宅の宅地開発について制度の対象としてまいりたいと思っております。次に、対象とする宅地開発の規模に対するご意見につきまして、地域との協議を義務化する宅地開発の規模につきまして、制度改正案では1000平方メートル以上としておりますけれども、一定規模以上対象とするべきとして、小規模な案件まで対象になると地域の負担が大きいので、戸建てなら10戸程度が目安、小さい案件は事業者と話す必要はなく町内会で個別に当たればよいなどのご意見をいただく一方で、小規模案件も対象とするべきとのご意見もいただいております。本市といたしましては、戸建て住宅の宅地開発については地域事業者の負担と地域コミュニティへの影響度を勘案し、一定規模を超えるものに協議を義務付けることとするものであり、具体的には計画段階から本市が状況を把握可能な開発許可を要する宅地開発のうち1000平米以上のものについては、町内会の組班の構成単位以上の戸数規模が想定され、地域との交流における面的な規模感などから地域コミュニティの影響が大きいと判断するものでございます。なお、開発許可を要する宅地開発のうちその他の戸建て住宅2戸以上を想定しておりますが、その宅地開発については地域自治を担う住民組織の申し出により市長が必要と認める場合は協議を義務付けることとするものでございます。次に、その他制度の対象拡大に関することについては、開発許可を要しない大規模な宅地開発もある、開発許可の要不要にかかわらず同じ尺度で条例の適用を受けるような制度設計を検討してもらいたいなどのご意見もいただいております。本市といたしましては、協議を義務化しているのは特定共同住宅、先ほどの1000平米以上の宅地開発ですが、それ以外の共同住宅、長屋寄宿舎を含むおよび宅地開発については地域の申し出により市長が必要と認める場合は協議を義務付けることとしております。地域の事情に応じまして地域と事業者、京都市が連携して自治会町内会への加入促進に取り組むことが大切であると考えております。3ページの方をお開きください。続いて、括弧3、地域との協議の開始時期の早期化に関することについてでございます。早期に協議を行うことへのご意見につきまして賛成のご意見を11件いただきました。本市といたしましても早期に協議を行えるよう制度改正を行ってまいりたいと考えております。次に、開発許可申請前に協議を実施することへのご意見につきまして、開発許可または建築確認申請前に協議すれば自治会加入率が高くなるのは間違いで、自治会加入促進活動が開発建築行為反対運動となる恐れがある、許可後でも造成工事期間に相当期間を要するため工事期間中に自治会加入促進のための協議は十分に可能などのご意見もいただいております。先ほど制度改正に反対があると申しましたが、そのご意見の主な理由でもございます。本市の考え方といたしましては、この制度は転入者と地域住民との交流を促進するために必要な事項、具体的には転入者に対する地域活動情報の提供や自治会町内会加入の案内等について地域と事業者との連絡調整が円滑に進むことを支援するものであり、従いまして本制度は開発建築行為そのものは対象とはしておらず、制度に基づく連絡調整によって開発許可申請、建築確認申請に直接影響を与えるものではないというふうに考えております。なお、事業者が販売広告、これは開発許可後建築確認が可能になりますが、広告を行う際に物件に関する重要な事項として自治会への加入や地域活動の状況等に説明いただくことが望ましいとため申請前の連絡調整が適切であると考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに考えております。協議にかかる手続きの流れに関するご意見につきましては、地域の負担が軽減されより迅速に協議ができるなどの賛成のご意見をいただいております。
本市といたしましても事業者から地域に連絡するなど手続きの見直しで加入促進の取り組みがより早期にタイミングよく円滑に開始できると考えております。4ページをお開きください。続いて4制度の運用に関することについてでございます。協議にあたり本市に求める調整等に関するご意見につきまして事業者と地域とのギャップの調整を行政もフォローしていくことが大切などのご意見をいただいております。本市といたしましては特定共同住宅および1000平方メートル以上の戸建て住宅の宅地開発に係る事業者は申請前に地域自治推進室との事前協議を実施いたしますがこの際に制度趣旨を伝え自治会の加入促進の協力を要請するとともに地域と事業者との協議事項時期等についての情報交換を行うこととします。また関係局と効果的な連携を図り制度を事業者に周知の上地域と事業者との協議が円滑効果的に進められるように取り組んでまいります。地域の転入者受け入れに関するご意見につきまして転入者が町内会に入れないといった問題もある。既存の町内会がマンション一棟を町内会に入れるのかまた別の町内会を結成してもらうのかそのルール作りと干渉体制を整えておく必要があるなどのご意見をいただきました。本市といたしまして自治会等への加入の働きかけは自治会等が主体的に行い事業者はその協力に努めることになりますが地域と事業者本市が連携して自治会等への加入促進の取り組みを支援してまいります。運用にあたりましては手引きを作成し協議の内容などを丁寧に分かりやすく示すとともに地域コミュニティのサポートセンターにおいて事例収集と有効な助言などの支援を図ってまいります。地域の窓口に係るご意見については自治連合会長との学代表者への説明をお願いしたいなどのご意見をいただきました。本市といたしましては事業者から地域への連絡の取り方については事前に各区役所支所を通じて学自治連合会長等の意向を確認の上学との状況に応じて最も望ましい連絡方法を地域に選択いただきたいというふうに考えております。5ページをお開きください。制度の周知等に関するご意見については地域への周知等に関するご意見といたしまして制度の地域への周知徹底地元をサポートするための手引き書の作成これまでの自治連会長等の経験や事例を示してほしい。事業者への周知等に関するご意見といたしまして事業者と自治会加入についてより密接な関わりができたらありがたいなどのご意見をいただいております。本市といたしましても制度について手引きを地域向け事業者向けに作成いたしまして約半年間の周知期間を想定しておりますのでこの期間を活用し区役所支所都市計画局関係事業者団体とも連携しさまざまな機会を通じた周知を図るとともにサポートセンターにおいても支援の充実を図ってまいりたいと考えております。事業者の引き継ぎにかかるご意見につきましてはマンション建設途中で事業者が変わっていき話が前に進まない事業引き継ぎの場合の協議内容の引き継ぎについて何らかの担保が必要ではないかなどのご意見をいただいております。これらのご意見を踏まえまして制度を活用して地域と事業者とで協議を行った事項については事業者が変わった場合においても引き継がれそれを前提に地域と新しい事業者とが協力して自治会町内会の加入促進等の取り組みを行っていくべきものと考えられるため引き継ぎについての規定を新たに設ける方向で検討してまいりたいと考えております。制度の対象に係るご意見といたしまして本制度マンションだけでなく福祉施設にも適用していくことが必要であるなどのご意見をいただいております。今回の制度改正では制度の対象として寄宿舎を含むものとしており老人ホーム等住宅機能のある福祉施設は共同住宅または寄宿舎として建設されることが多いため多くの場合制度が適用されるものと考えております。6ページをお開きください。その他制度運用に係るご意見につきましては制度運用において参考にさせていただきたいと考えております。最後に2地域コミュニティ全般に関するご意見を34件いただいております。いただきました多くのご意見については地域コミュニティ活性化の取り組みの参考にさせていただきます。お手数ですがもう一度文化環境委員会資料の方にお戻り願いまして2ページの方の最後のところでございます。2今後の予定でございます。平成30年度9月市会において京都市地域コミュニティ活性化推進条例改正案を提案させていただき
議決をいただければ11月から制度の周知予定であり、平成30年1年4月に改正条例を施行してまいりたいというふうに考えております。参考資料といたしまして、市民意見募集リーフレットを添付させていただいております。報告は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。はい、それではただいまの報告につきまして、何か質問はございませんか。はい、赤坂副委員長。おはようございます。私の方からいくつか質問をさせていただきたいと思います。まず第一に、地域の住民の皆さんからいろいろ相談があるわけですけども、やはり、連合自治会長さんやら町内会長さんの一番の悩みは、脱会者がいたり、なかなか移ってきてもその町内会に入ってもらえないと、どうしたらいいかということで、よく相談があります。でやっぱり私ども思うんですけども、先ほどのご説明の中にもありましたけども、子育て世代の方がですね、地域の祭りとかそういう地蔵盆や体育振興会のスポーツ大会とか、そういうものがあって自治会も活性化していると、で町内会もそれに参加することによって活性化しているというのがよく見る姿だというふうに思うんです。でそれがあってみんなが仲良くなって、いろいろつながりができているというふうに思うんですけども、自治会の主体的な加入促進ということと、こう活性化の取り組みがですね、いろんな地域団体との協力も得ながら必要ではないかというふうに思うんです。で先ほどの市民意見の中にですね、地域コミュニティがしっかりしていることが安心安全につながり、不動産価格等にも良い影響を及ぶ制度になるよう協力したいというふうな、不動産価格を引き上げるための施策のように聞こえるような意見がありましたけれども、そういう意味で、京都市は制度改正を目指しているのでしょうか。いかがですか。山村部長。はい、今回 の制度改正のご趣旨についての、ご質問でございます。先ほど のパブリックコメントの資料のところでもございましたけれども、別紙のところの一番最初のところで、制度案の方向性に関することということで、市民の皆様のご意見に対する本市の考え方ということでございます。ちょっと繰り返しにはなりますけど、やはりこの制度というのは、地域事業者、京都市が連携して加入促進に取り組む機運と、住まいを探す際に地域活動を重視する意識を高めて、京都ならではの地域のつながりを大切に、住民の皆様が安心して快適に暮らすことができる地域コミュニティの実現を目指す、これが趣旨でございます。で先生がちょっとおっしゃいましたように、不動産価格というところでございますが、これについての考え方ということでございます。これにつきましては、私、すいません、そのような地域コミュニティが実現するということが、やはり大事でございますし、そういうふうな地域コミュニティに価値観を共有する方が増えるということ、そういう方がこの地域の中に入ってきていただいて、改めて地域活動等に参加をいただく、そういうことが非常に大事だと思っています。それと副次的というか、それに波及する意味合いとして、不動産が魅力、ここの地域にやっぱり引っ越したいな、こういう地域いいなということを対外的にもアピールできる、そういう意味が不動産の価格と申しますか、不動産の価値を高めることにつながれば非常にいいなということで、これは事業者団体の方からもそういうふうな前向きなご意見もいただいたということだと理解しております。赤坂副委員長。不動産価格が上がるかどうかというのは副次的な問題であって、主たる目的はやっぱり地域コミュニティ形成、そして、やっぱりこの地域の主権者との住民 その行政また社会参加を促すということが本来の目的だと思いますので、この点、ぜひ強調しておきたいというふうに思います。そこで平成24年の7月、マンション新築時に転入者に連絡調整制度を運用してきたということで、その実績と評価について伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。マンション内で自治会の組織化が進んでいるのかどうか、いかがでしょうか。山村部長。はい、条例施行以後のいわゆる連絡調整担当者制度についての実績と一定の評価ということでのご質問でございます。
はい、前回 の資料の方、文化環境委員会資料の時にも報告をさせていただきました、届け出件数といたしましてはおおむね100件程度ぐらいが全体で出ているという中で、最初はこの制度発足当時は、ちょっと開示請求自体が非常に少なかったという事実はございましたけれども、平成27年度ぐらいからある程度建築情報的なものを地域にお示しするということとか、そういうことも含めまして、一定のこの制度の周知、それから意味合いというのもご理解をいただいたかなと思っております。その意味で平成27年度以降はだいたい4割程度がその開示請求が出てきているということで、昨年度平成29年度は全体の届け出件数118件のうちで64件の開示請求があったということで、かなり開示をしていただいているということは出ていると思います。ただしちょっと定量的なことは毎回申せずに申し訳ございませんのですが、やはり課題といたしましては、そのある程度開示請求まで出て相手とこう、協議ができるその連絡をする手段というのはつかめたと、その次の段階が協議を進めていく、さらに次の段階は加入につなげるということになりますので、ちょっと正直その全部開示請求したものが協議につながっているかというと、そこは我々も今ちょうど、一定の中枢調査をしてますが、全体というところまでは至ってない、その後また加入に至るまでも難しいところも正直言ってございます。ただ今回の制度はやはりそこについて、まずは協議を早期にできることをやってできるようにするような仕組みを作ることで、前段のまずはそういうところの協議からスタートするということがかなり強化されるものかと期待しておるところでございます。赤坂副委員長。よく隣にマンションができるとかいうことで地域で住民運動が起きたときに、やはりそういう開発業者との話し合いですね、そしてまた建て終わったときに、あとやっぱ町内会を組織化するということの要求というのは、やはり地元からの要望としては強く求められているところであると思います。で、そういう意味では開示請求をしなくても、もう今回の改正によって、協議から入るということでありますから、協議が義務付けられるということでございますので、この点はですね、地域の皆さんにとって、話し合いができるきっかけができるという点では良いかなという思いはしているところでございます。で、次に一戸建てのこの宅地開発についてもですね、今回連絡調整制度の対象とするということで、この自治会加入の促進を効果的にするというんですけれども、開発業者とのこういう事前協議だけでですね、それだけでこの自治会加入の促進が図られるのかどうかというのは、先ほど実績の中でですね、やはり4割になり、この開示請求が行われているという話もありましたけれども、かなりの29年度の数ですね、割合であれば大きいわけですけれども、そういうことだけで本当に進むのかなということが一つお考えをお聞きしたいと。で、特に重要事項説明書という形で、販売者にとって、この一戸建ての建物を買う購入者に対してですね、自治会加入の強制はできないと、任意団体でありますからそれを強制することはできないということだし、行ってはならないと私も思います。しかし加入を促進、干渉すると働きかけるということは別に問題はないと思いますけれども、判断するのは個人でございますから、その点やはり大事にして、このメリットデメリットの問題も含めてですね、いろいろお話し合いがあるかというふうに思うんですけども、その点ですね、業者が説明するよりも地元住民が直接、転入者に働きかける機会を作るということも大事ではないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。山村部長。この制度の効果的な運用ということについての全般的なご質問でございます。先生申し上げましたように、この制度を作ったからもうそれで全てが回っていくということではないというふうには思っております。当然
協議をした上で、きちんと地域の方がこういうふうに受け入れられるところもあるかとか、そういうふうなことも含めていろいろな努力が必要やというふうには考えております。それから、当然今おっしゃいましたように、今地域コミュニティの活性化推進条例でも規定をしております。それから去年の3月に住宅関連4団体と協定を結ばしていただいておりまして、やはりおっしゃっていただきましたように、転入される方は、販売したときにこの土地を建物を買おうかなというふうに思われる方に対して、こういう地域やこういう地域活動がありますよとありますとか、こういうふうな自治会が活動されておられるので、勧誘をされたらどうですかというふうなことの勧奨とか、そういうことをやっていただくというのは非常に地域情報を分かるという意味でも大事なことだと思ってますし、勧誘促進にもつながるというふうには思っております。もちろん強制ということではございませんけれども、そういうふうな仕組みということも進めていくべきだというふうには思っております。以上でございます。赤坂副委員長。今まで、この開発や建築行為の以前にですね、開発業者との事前協議ということで、これ今回義務付けるわけですけれども、この時によくあるのは、やはり話し合いに応じる必要はないとおっしゃる業者もおられる。でそういう中で、今回ですね、そういう連合自治会長さんを窓口としてという形で、お一人に限定するとですね、開発建築行為が容認されて住民無視のこの開発行為がどんどんやられていく、強行されていくということを心配するんですね。でそうなったら連合自治会長さんと住民との不和不信感というのが生まれてしまう、こういう点は絶対避けなきゃならないというふうに思うんです。でそういう点で、周辺の町内会などへのですね、開発の事前説明と協議こそ、これしっかりと重視して取り組むように指導していただきたいし、自治組織の重要性が住民にもこの転入者にも感じられる、どちらも感じられるようなことが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。山村部長。はい、まずは地域型の窓口についてと含めてのご質問でございます。ちょっと先ほどパブリックコメントの、本旨の考え方のところでもご説明いたしましたけれども、一応今回地域自治を担う住民組織ということで、自治連合会長とはじめとする方々、学校の代表の方々にまずは、我々ちょっとその調整をしようというふうに考えておるんですけれども、地域の窓口としてどなたになっていただくのがふさわしいかということをまずご相談を申し上げて、地域の実情に応じたところで地域の方のちょっとご意見ともお伺いしながらうまくつなげるところを考えていきたいという趣旨でございます。それとあまり混同するとややこしいようになるんですけれども、我々のこの今回の制度というのは地域コミュニティ、特に交流の促進ということで、地域自治活動、地域活動の紹介でありますとか、自治会加入の促進に関しての協議ということでございます。他の開発行政とかそういうところに関わる協議というのは、また多分工事等の部分でいろいろと関わり合いが出てくるところでございますが、いずれにいたしましても我々の部分におきましては、なるべく早いうちにこの地域の方にこういうふうな地域コミュニティに関することを情報をお伝えいただいて協議をしていただくということは、何らかの関係づくりということにも役に立つのかなと思っております。それがまたいろいろと行動の後半のいろんな部分に関しても決してデメリットになることばかりではないというふうには思っておりますので、その中でうまく各都市計画局とも連携しながら制度が効果的に運用できますようにこれからも取り組んでまいりたいというふうには考えております。赤坂副委員長。地域自治組織というのはやはりいわゆる国民主権のこの基本の一番出発点だと思うんですよね。でそういうところにこそ やはり多くの国民の皆さん、市民の皆さんが参加していくということが、政治や社会への参加を保障していくことにもなると思うので大事なことだと思うんですけども、ところがですね、先日のもらったし京都市の資料でも、京都市の場合40歳まで転出超過が継続しているという報道がありました。でその人口動態についての京都市の報告があったんですけども、対象世代は地域自治活動への参加が少なくなっているというふうに言われているところなんですね。だいたい一戸建てを購入する対象者はね。で、そういうことについて原因はどのように考えてですね、どういう施策を
本当に必要としているのか考えていただきたいなというふうに思うんです。で、一戸建て住宅の購入のほとんどはですね、20年などの長期ローンの組み立てをしながらですね、働いております。生活と子育てが主になるので、交通の利便性の問題とか文化教育施設の豊富な関連施設とかですね、行政としてまちづくり支援が必要であってですね、事業者任せのこのまちづくりがですね、進まないようにこれは非常に危惧するところでございますが、こういうことで歯止めがかかるんでしょうか。事業者任せのまちづくりに対して歯止めがかかるか、いかがでしょうか。山村部長。はい、事業者任せといいますか、今回の制度改正によっての地域コミュニティの形成ということでのご質問やと思いますけれども、はい、やはりこういうふうな地域コミュニティの形成というものは当然地域住民の方が主体となって行うということは間違いございません。事業者 の今回の制度の設計の基本といたしましても、やはり地域の皆様方がその転入される方を温かく迎えて地域コミュニティに円滑に参加溶け込むようにできるようにしていただくことを事業者として協力をしていただく、基本的にそういう流れの中で我々行政としてもこういうふうな制度等も含めてバックアップをしていく、そういうふうにして地域と事業者と我々が連携して地域コミュニティの円滑な形成に資するような取り組みをしていきたいというふうに考えております。そういう意味で事業者任せといいますか、やはり主体になるのは我々地域住民が主体になりで、事業者と共同姿勢がそれを応援していく協力するということでございますので、すいません、ちょっとそういう形での地域コミュニティ形成になると考えております。赤坂副委員長。地域の住民の立場に立ってこの問題ですね、こういう協議の場もですね、そしてまたギャップの調整もぜひ京都市としてやっていただきたいということを強く求めておきたいと思います。でそういう点で、何遍も申し上げますけれども、国民主権の主体者であり地域社会の主人公を形成する上でですね、この自治組織の役割というのは非常に重要であるということは、共通の認識だと誰もが思っていると思います。で自治会の担い手が高齢化して、自治会加入者が減少する原因を踏まえて、本制度をやはりもっと考えていただきたいなというふうに思うんです。で上越市はこの間、調査に行きましたけれども、自治組織を活性化するためにですね、住民自らが自治組織を活用して社会参加意識が向上できるような運営、民主的な運営組織と、そしてまた権限をですね与えているということで、そこに職員が配置されているというふうな小さいコミュニティ組織のところに作られているというふうに聞きました。でそういう点で行政の支援が本当に大事だなというふうに思っています。地域における公民館集会施設の有無というのは、これは私前から何遍も申し上げておりますけれども、コミュニティ形成にとっては非常に重要なこの施設でありインフラ整備だと私は思いますし、そういう点でこのマンションでもですね、集会施設がですね、数の一定数の数があればですね、必ず集会場を設けなきゃならないというふうに、マンションの建設の中の義務付けられていますよね。でそういう点でもこのいわゆる地域住民の集まってお互いにコミュニティを形成していく、その必要な場を保障するという点では非常に大事なことだと私は思いますし、今後こういうものは検討、一戸建ての問題でもやっぱり考えていくべきことではないかと思うんです。今は公園の整備とかいろんなことがありますけどもね。で超高齢化社会ということでこれから到来が言われている時でございますから、先日のああいう災害の時にこそですね、やはりみんながお互いに助け合うということ、つながりがある避難の問題やらいろいろ含めて共同で生活をする、生活を営むということもあったりしてですね、大変この自主防災会やいろんな連合自治会の皆さんのですね、奮闘が大きな避難所を構えていただいた大きな力だと私は思いますし、そういう点で、ぜひ、これからもこの高齢化社会も含めてですね、どうしていくのかということも含めて強く検討していただきたいということを求めて終わります。はい、
続きまして青野委員。おはようございます。私の方からも何点かお尋ねしたいと思います。まあ、今回ですね、この市民意見募集をされたということで、その結果の報告をいただいているわけでありますけれども、まあ、115名から180件の、ね、ご意見をいただいたということで、まあ、まずこれに対して、この数もそうですけれど、この内容もですね、これ見させていただいていると、かなり、しっかりと本当に意見をいただいているなという今印象を受けますけれども、まあ、このあたりのこの募集結果に対しての、評価あるいは、評価ですね、その辺お聞きをしたいと思います。山村部長。はい、ありがとうございます。パブコメ の今おっしゃっていただきました部分についての評価と申しますか、感想と申しますか、すいません、ちょっとその辺についてご説明をさせていただきます。やはりこの本制度の改正についてはややちょっと専門的な部分もございますけれども、地域の窓口となっていただく地元の役員さんでありますとか、また、その転入者を迎え入れる業務、いわゆるそういうところに携わっておられる住宅の不動産関連事業者さん、あるいは建築事務所の方々、そういう方々がやはり非常にこういうところには熱心に、自ら、ね、関連することとして考えておられるということやということで、ちょっと、資料にも書いておりますけれども、そういうふうなところ特に重点的に情報が届くような形のパブコメをさせていただいたと思っております。地域に関しては区役所支所を通じまして、自治連の会長さん等に、学校の会長さんにはもう全て行き渡るようにするでありますとか、事前にヒアリングをしていたところにはもう一回こういうふうな制度の説明をする、それから関連事業者団体はいわゆる協定を結びました4関連事業者団体、他に書いておりますように設計士団体協会の方でありますとか、あるいは、建設業協会、行政書士会、そういうところに配らせていただいた結果、これだけの数をいただいて、その中でもやはり制度趣旨をよく理解していただいた上で、基本的にはおおむね制度趣旨にご賛成をいただきながら、一定こういうところに課題があるよというふうな意味のご質問をいただいたので、割とこれだけのちょっとボリュームになってしまいましたが、非常にいい意見をいただいたものと感謝をいたしております。青野委員。事業者のね、ちょっとこの、属性がちょっとないのでね、居住地と年齢と性別ですから、ちょっとどの程度のありか分かりませんが、私はちょっと感じたのはですね、確かにこの制度の趣旨というのはね、よく理解された上でのご意見、それだけに、深いものあると思うんですが、特に事業者の側から見たときに、すごいこう不安感はね、ちょっとにじみ出てるなと。そういうのは感じます。でこれは地域住民にとってはですね、この条例、もともとの条例そのものがね、もうまさにコミュニティ崩壊だという、これに危機感を感じて、そして前にも申し上げましたけれども、もうワークショップを重ねて重ねてね、そして出来上がった条例に基づいて今こう動いてるわけですけれどもね、そういった意味では住民の思いがあるんだけれども、なかなかこの事業者がそれに応えられるような、そういう、こう安心感というかね、事業者の方がむしろ不安を持っているような、そういう感じが見受けられましたけれども、そのあたりはどのようにお考えになってますか。山村部長。はい、今回のパブコメ、あるいはその事前のパブコメを通じながらのちょっと協会団体へのちょっと反応ということについてのご質問へと解釈しております。確かにここのパブコメでもございましたよね、特に事業者サイド様の不安というのはおそらく2点ほどあったと思っております。一つはやはり、早期というところなんですけれども、特に大きなところですね、特定共同住宅、それから1000平米以上の開発許可をする宅地開発については、開発許可の申請前に葬儀に行くということでございますので、一定その自分からちょっと頭出しをすると、多分総林関係工事とか含めての地域の不安を、ちょっと高まって、そこで反対運動につながるのではないかと、全部がそうなるわけではございませんですけれども、経験則上そういうふうなご経験もされたこともある方が、ちょっとそういう
ことでのご心配はあるんですけれども、ちょっと私のいいような解釈なんかもしれませんけれども、逆にこの制度自体に趣旨に反対するという事業者さんはもうおそらくなかったし、そういうことは聞いておりません。ただ適正な開発やらをする際に、まあ、そういうふうなことでなんか進まんようになるというのは本来の制度設計では違いましょうと。それともう一つは開発許可そのものの手続きと混同するということにはならないようにということでございます。まあ、多少やはり連動して動くとは言いつつも、今回の制度はやっぱり地域コミュニティのこの交流に関することで、いわゆる地域活動の紹介でありますとか、あるいは自治会加入の促進に関しての協議ということでございますので、そこをあまりもう一緒くたにして全部やっていくということではないということはご理解いただくと、まあ、そこら辺の部分をきちっと事業者地域ともに周知をして、この制度の趣旨を生かした形での運用をしていただきたいというふうなご意見やというふうに理解をしております。青野委員、まあ、今おっしゃったようなことをですね、本当に事業者にもまた住民の方にもね、しっかりとこの、まあ、安心してというか、こう本当に安心安全なこの地域を作っていこうというね、そういうお互い、そのために事業者も理解してるわけですから、一緒にやっていこうと、まあ、そういうことが、しっかりと、まあ、協議をされたらですね、これはまあいいんですけれども、まあ、なかなかそうならないようなね、まあ、状況もあると。ということはこの制度、それはいいけれども、要するにこれ実効性あるものにできるかどうかがね、やっぱり大きな鍵だと思います。そういった意味では、まあ、マンションの方でも開示請求が、ね、この増えてきましたよと、協議できる環境ができてきましたよと。だからその協議が円滑にというか、協議が中身のあるようなね、で住民にとっても事業者にとってもですね、お互いに納得のいく、お互いにあいい仕事したなとか思えるような協議を重ねていけるかどうかがね、これはやっぱり鍵だと思うんですね。そういった意味でいくと、その先ほどのご答弁の中でも開示がありましたと、マンションの方でね、で4ありましたと、で協議の内容まではちょっとそこまではとね、それではいけないんじゃないかなと。で特にこの立ち上がりの時は丁寧に一件一件こうつながった、協議始まった、どういったことを地元の方は心配されている、事業者はどういったことを求めていらっしゃる、あるいは答えていらっしゃる、そういうようなことをですね、やっぱりこう丁寧にこの時期はね、拾い上げていく、まあ、そういう体制というか、そういう姿勢というかね、構えが大事ではないかなと私は思います。そういったものを、まあ、蓄積していくというかね、でこれがまた地域によって事情は違いますから、これは全て全部つながることはありませんけれども、それがまあまあ共有する分もあるわけですからね、他でもまた生かしていけると、まあ、こういうこと大事だと、まあ、そういう意味ではこの協議っていうのはね、ここを大事に丁寧にやっていただきたいと思うんですけれども、この 市としてのそれに対応、どのようにお考えでいらっしゃいますか。山村部長。はい、地域と事業者の協議が円滑にいくように、まあ、京都市としての応援というかサポートということについてのご質問と思っております。パブコメの回答の方にもちょっと書いておりますけど、一つの仕組みといたしまして、ああいう、特定共同住宅あるいは1000平米以上の宅地開発で、まあ、すべからく地域の方に行っていただく事業者様については、これも都市計画局とちょっと連携いたしまして、もう事前に地域自治推進室の方にちょっとその事業者さんに来ていただきたいなというふうに思っております。その上で今先生もおっしゃいましたように、制度趣旨とそれから手続き流れですね、それとか、まあ、これからそういうのは蓄積していかなあかんなんですけれども、やはりこういうふうな課題とかそういうふうなことをの解決方法とか、そういうふうな部分をお話しできればありがたいかなと。その上で我々地域の方のどなたとちょっと窓口したらいいかとか、そういうふうなちょっと事前のさばきと申しますが、そういうことが制度としてうまく機能できればいいのかなというのが一つございます。それからもう一つは当然全部が全部そういうわけではございませんので、マニュアル等にきちっと僕ら我々の事業者向けとそれから地域向けで分けたようなマニュアルも用意いたしまして、それから先生おっしゃいましたように、非常に我々もやっぱり実際の事例を
ちょっと経過を追うような形でどこがどううまいこと言ったらいいは当然いいことでございますし、うまくいかなかったらこういうとこがこうやったとかいうのはちょっとできる限りちょっと後追いをするような形をしまして、そういうふうなところで得たノウハウとか知恵とかはそういうマニュアルとかあるいはサポートセンターでのご相談の助言とかそういう形に生かしていくという形で我々の方もまあこの制度を追っていきながら皆様と一緒にこの地域コミュニティの活性化に資するように動きをしていきたいというふうに思っております。青野委員、まあ、とにかく出だしが大事ですから丁寧にきちっとやっていくで動き出してで周知してでイメージがしっかり共有されるとですね、またこれどんどん加速度的にですねいい方向に行くんではないかなと、まあ、こういう期待をするわけであります。まあ、そういった意味から、まあ、今もおっしゃいました事例、まあ、悪い、ね反省すべき事例も出てくるでしょう。だけど本当にこれいいなと喜んでいただけるなというような事例もあるでしょう。そういうその良い事例なんかは特にね積極的にどんどん紹介していくようなね、そういうその取り組みもやっていただく。そうすればこの趣旨は分かるんだけれどもなんかイメージ湧かないというものがね、ああこういう成功例、ああこういうねうまくいっているところもあると、そういうようなことをお示ししていけばですね、またこうイメージとして定着していく、あこれやったらいけるんちゃうかというね、ああそういうふうになっていく、まあ、そういったことがこの時期はねこれから、まあ、まさにこれからですから大事だと思います。そういった意味ではこのマンションので取り組んできたことがねこれこう実績としてあるわけですから、まあ、そのあたりもちょっと掘り起こしてねで課題とかまた、成功例とかそういうものもちょっと整理をされてですね、そういうものも活用して新たな制度の中でどんどん進めていっていただきたいなと。で何よりも住民の皆さんこれ望んでねもろ手を挙げてきてくださいという状況ではないと思います。やっぱり、まあ、来るわけ後からねでどうしようという感じですからね。それで一方ではどんどんやっぱり高齢化してコミュニティが崩壊していくという中でね新しい人入ってくるのはこれはこれでそういった意味では入ってきてくるはんにあったらぜひとも我が仲間にてこういう、ね、思いが錯綜している中でねあるわけですから、どこまでもやっぱりこの住民の皆さんのそれぞれの現場の状況もあるでしょうか。そういったものをしっかりとこの、相談体制といいますかね、まあ、もちろん今組んでいただいての存じ上げてますけれども、まあ、さらに充実をさして、まあ、寄り添ってですね、で本当に関わった地域はもうまさに良くなっていくというね、そういう実績をどんどん積み上げていただきたいとこう思うんですけれども、まあ、最後に、その、まあ、決意も込めてですね、ご意見じゃないなご答弁を求めたいと思います。山村部長。はい、ありがとうございます。あとおっしゃいましたようにこの制度はある意味でその地域の方々が主体的に転入者に対して迎え入れることを制度的にバックアップする制度でございまして、それを事業者様に協力をいただくということでございますが、まあ、正直おっしゃいましたように全地域が全てこのちょっとカルチャーが違う部分もございますので転入者をウェルカムばかりということでもないとは思います。ただしやはりおっしゃいましたように自治会自体が非常に運営も厳しいような状況、高齢化を迎えている中で新しい人材が入ってきてそれを将来につないでいくということも非常に大事だと思いますし、また逆に入っておられる方も今回の震災等も含めまして非常にやっぱり地域のつながりが大事だという方も増えてきているというふうに思っております。そういうところで上手につなぎまして地域コミュニティがうまくいくように我々の方も制度等も含めてバックアップしたいと思いますし、いい事例そういうところは必ず集約をしまして、まあ、悪い事例もそうでございますけれどもそれを分かりやすく体系化するような形をするというのは我々の今度の新たな地域コミュニティサポートセンターの一つの大きな役割だと思っておりますので、それも含めて体制というかそう支援の運用をしっかりとやってまいりたいと思っております。はい、菅委員。はい、1点だけちょっと確認で質問させていただきたいと思うんですけれども、現行の制度が、まあ、マンションを対象にしているものから、1000平米以上の宅地開発に関しても対象を広げるということなので、まあ、現行すでにあるものを対象拡大するということなので、まあ、別に特段反対するものではないというふうに理解しているんですけれども、
現行であれば例えば、マンションしかないのでマンションに、のケースでちょっと質問するんですけれども、マンションの場合は、建築事業者と販売事業者と、管理会社の3社にその連絡調整担当者っていうものを届け出するようにしているというものをこの手続きを廃止をして、確認申請の前にですね協議を義務付けるという趣旨に変えようとしていると思うんですけれども、そこであのパブリックコメントの5ページ先ほど赤坂委員との答弁でもありましたけれども、事業者の引き継ぎにかかるご意見に対して京都市は協議の継承をしていくと、こう本市の考え方の最後にも引き継ぎについての規定を新たに設ける検討で方向していますということなんですけれども、この京都市が言っている事業者というのは先ほど僕が見てあげた建築事業者と、販売事業者と管理会社でいうと主にはどれを想定されてますか。建築事業者になりますでしょうか。山村部長。はい、いわゆる今回連絡調整 の主となる事業者についてのご質問でございます。ちょっと今のまず制度設計の中からのご説明をさせていただきますけれども、実態にいろいろなフェーズの段階でこういうふうな制度のターゲットとしております地域活動の紹介であります、あるいは自治会加入促進に関することを話すのが一番的確、実際的にそれが実質的に意味があるというふうに考えられる事業者というのはいろんなフェーズで変わってくるというふうに考えております。その意味で現行条例の中で事業者としては建築工事その段階でやっておられる事業者に話すときが一番ええという場合もありますし、あるいは販売の段階ですね、そこに至っているところで販売の段階の事業者に言うところがいい場合もあります、あるいは管理の段階賃貸の段階、そういうふうな形のフェーズに分かれるところで事業者を抑えているということでございますので、今度のちょっと詳細はあれですけれども我々の制度設計についても基本的にはその流れは引き継ぐような形をしておりますけれども、今先生おっしゃいましたように特に特定共同住宅については建築確認申請前にもこういう協議をちょっと早期にスタートするということになりますので、ある程度この段階ではまだ先の管理とかいう事業者はおられないと思いますので、建築主あるいはそういう建築を工事をされる方、そういう方が主体になるのかなというふうには思っております。菅谷委員。でこの、もちろん義務付け義務が発生するわけですから、この先ほどのご答弁でいうと別に建築事業、建築の申請の前に事業を義務付けますけれども、その建築事業主だけに義務付けが発生するというわけではないという理解でよろしいですかね。販売会社であったり管理会社がその、地域との事前協議の担当者になりうると、要はその可能性というかあんまりその事業主建築事業主だけにその負担が負わされてはよくないのかなというふうに思ってますので、そこら辺のちょっと不安だけ解消したいなというふうに思って質問しています。山村部長。はい、ちょっとまだ詳細な制度設計はあれでございますけど、今おっしゃいましたように基本的にはやはりこの最初早い段階でやるので建築主さん、あるいは建築主の代理をされるのが設計会社とかも多いのでそう思います。でその時点でもし販売とか管理ですね、そういう方々がおられるということでありましたら、おそらくもう代理とかいう形も可能やと思っております。まあ、基本的にはちょっと建築主さんの方が最初の段階になるとちょっと重きが出てくるかもしれませんけれども、当然それ以外の建築工事をする方、管理販売がもしおられる方、それを統括しておられるような事業者さんがおられる場合はそれを代理でやっていただくことは制度設計上可能やというふうに考えております。菅谷委員。わかりました。まあ、制度設計上可能ということなので、ここのパブリックコメントにあるその事業者がコロコロ変わって話が前に進まないとかそういう懸念に対しては、一番効率的に話が進むであろう事業者が担当できるというふうな制度設計を考えておられるということなので、その方向で進めていただきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、他にございませんか。はい、なければ、次に NPO 法人が運営する小規模保育事業所における個人情報の紛失事案についての報告を聴取いたします。なお本件に対する質疑は文化市民局の所管である NPO 法人の運営等に関する内容から外れないようにお願いをいたします。それでは理事者報告願います。
猪野田地域自治推進室長、着席して報告してください。はい、はい、ありがとうございます。それでは NPO 法人が運営する小規模保育事業所における個人情報の紛失事案についてご説明いたします。小規模保育事業所等を運営する NPO 法人エンゼルネットにおいて個人情報を保存した私物の USB メモリを紛失した事案につきまして当該事案の重大性に鑑み小規模保育事業を所管する子ども若者育み局と連携して書類調査や法人役員等に対する聞き取り調査等を行ってきました。調査の中で本市から USB メモリのデータの保存を要請していたにもかかわらず消去された経過にかかる報告内容等に疑義が生じたため改めて文書による報告を求めましたところ当初の報告が虚偽であったことが明らかになるなど法人の運営が著しく適正を欠くと認められることから特定非営利活動促進法第42条に基づき本年8月2日付で改善命令を発出いたしました。またデータ消去にかかる理事長の当初の報告が法第80条第10号の虚偽報告に該当するものとして京都地方裁判所に対して過料事件通知を行っております。今般の改善命令等により今後このような事案が発生しないよう適切な法人運営を再構築しようとするものでございます。それでは1実地監査及び特別監査の概要をご覧ください。1実施機関でございますが本年5月21日から子ども若者育み局と連携して立ち入り検査等を行っております。2実施内容としましては法人役員及び事業所職員に対する聞き取り調査や関係書類の調査事実関係を把握するために必要な報告書の徴収及び USB メモリのデータの復元調査を行っております。3実施対象については NPO 法人及び同法人が運営している事業所を対象としております。2ページをご覧ください。4実施体制については記載の通りでございます。5監査の視点としましては個人情報の取扱い状況業務管理の状況法人運営の状況を確認する中で今回の事案にかかる事実関係原因と問題点及び責任の所在を明らかにし再発防止に向けた厳正の対処を行うものでございます。2実地監査及び特別監査で明らかになった内容等でございます。実地監査及び特別監査の結果個人情報の取扱い業務管理及び法人運営等について次の内容が明らかとなりました。まず1個人情報の取扱いについてでございます。個人情報の管理について確認した内容としては法人が保管する保育に関する個人情報については京町教室に設置されているホストパソコンに保存されていましたが同パソコンにはパスワードが設定されているものの、されていたものの事案発生時には13名の全職員がパスワードを知っており職員であれば閲覧できる状態でありました。また同パソコンのバックアップは行われていなかったことも確認しております。い事業所間でのデータ移動共有について確認した内容としては法人の就業規則上個人情報等の社外への持ち出しが禁止されていましたが事業所間のデータ移動の禁止については明確にされていませんでした。そのため両管理者及び職員のいずれもが教室間のデータ移動はやむを得ないと認識し USB メモリを使用した個人情報が入ったデータの持ち出しが許可なく行われていました。次に私物 USB メモリの使用及びデータの持ち帰りについてでございます。全職員13名のうち紛失事案発生にかかる職員 A を含む3名の職員が私物 USB メモリを使用していたことを確認しております。また3ページの丸3に記載しております通りそれぞれの私物 USB メモリを確認したところ職員 A 以外の USB メモリは個人情報が含まれておらずまた職員 A も今回の事案が初めてと申し立てています。次に2紛失した USB メモリのデータ復元調査についてでございます。復元状況ですが本市からデータ復旧専門業者に依頼したところUSB メモリの利用開始以降から保存消去されてきたデータを含め1810件のデータが復元されました。その中には丸2に記載しております通り平成30年5月15日及び17日に法人から報告を受けていた帳票について報告を受けていない個人情報が保存をされていました。またこの帳票とは別に当該事業所に係る個人情報を含む帳票も復元されています。理事長からの聞き取りでは USB メモリが警察から返還された際には報告した以外の帳票は見つからなかったと申し立てていますが
技術的に紛失時の USB メモリに保存されたデータを特定することができないため、理事長からの申し立ての成否を判断することはできない状況となっております。次に消去の経緯でございます。確認した内容として ② に記載しております通り、これまで法人は5月21日11時に管理者兼副理事長の指示のもと、伏見桃山教室園長と USB メモリを紛失した職員 A が消去したと申し立てていました。しかし復元調査の結果、申し立てのあった11時よりも後の同日16時30分ごろに USB メモリに何らかの操作が行われていたことを確認したため、事情聴取等を進めたところ、聴取内容と食い違いが生じたことから改めて報告を求めていました。その結果、4ページ丸5の通り、7月23日付で法人から提出された報告書において記載の表の通り、本紙によるデータ保全の指示後、理事長自らがデータを削除したことを確認いたしました。これはこれまで確認していた内容と異なっており、虚偽の報告がなされていたものでございます。次に他の保育園データについてですが、復元調査により USB メモリには他都市の保育園にかかる個人情報を含むデータが保存されていたことを確認しましたが、紛失時にデータとして見える状態であったかどうかは技術的に確認できない状況であります。続きまして、括弧3、地域型保育給付費の使途について確認した内容でございます。賃金台帳により理事長、理事及び幹事に対し29年度の賞与として記載の金額が支払われていることを確認しました。これは5ページの丸に記載しております通り、本市から法人に対して地域型保育給付金にかかる処遇改善等加算の賃金加算改善要件分として、伏見桃山教室分149万1000円、京町教室分106万5000円を支給しており、その中から理事長、理事、幹事に対してそれぞれ記載の金額が配分されていたことを理事長及び管理者兼副理事長から聴取した資料等により確認しました。なお、理事長、理事、幹事に支払われたこれらの賞与につきましては、7月26日および27日に法人に対して返還されていることを確認しております。次に括弧4、法人運営についてでございます。まず理事長への役員報酬についてでございます。理事長に対し、平成29年3月から30年3月までの間、役員報酬として毎月10万円と、平成29年12月に役員報酬として5万2000円が支払われていることを確認しておりますが、平成29年12月の加算分については総会の議決を得ておらず、定款に違反しております。次に幹事による会計事務の執行についてでございます。以前から会計事務を担当していた現幹事が平成27年7月に幹事に就任した以降も、29年3月までの間会計事務を担当していたことを聞き取り調査により確認しております。また平成29年2月から平成30年3月までの間、給与として毎月10万円と、29年12月には賞与として5万2300円が支払われていることを確認しております。これは業務執行状況を監査すべき幹事が会計事務を担当することは、幹事の職務の独立性を損ない、組織的なチェック機能が働かない恐れがあり、特定非営利活動促進法第19条の幹事の職員兼職禁止の規定及び定款の規定に違反しております。次に総会の運営についてでございます。法人の議事録を確認しましたところ、平成27年度以降の総会において法人の正会員ではない理事長が総会の議長を担当していたことが分かりましたが、法人の定款では議長は正会員の中から選出すると規定されており、議長の資格を有しない理事長が担っていることは定款に違反しております。続きまして6ページの届出書類の記載誤りについてでございます。平成29年3月から平成30年3月までの間、理事長に役員報酬が支払われておりますが、本市に届出された役員名簿の報酬欄には無と記載されております。また平成29年2月から平成30年3月までの間、幹事に対して会計事務にかかる労働の対価として給与が支払われておりますが、本市に届出された役員名簿の役員報酬欄にはありと記載されております。さらに現在の理事長及び幹事の就任時期は平成27年7月31日でありますが、役員名簿では就任時期が平成27年4月1日と記載されております。このように本市に届出された役員名簿の記載の一部に誤りがあることが判明しております。続きまして3、改善勧告及び改善命令等の実施についてでございます。監査等により明らかとなった問題点を踏まえ、事業所及び法人運営の改善を図るため次の通り対応してまいります。まず事業所に対してですが、
児童福祉法第34条の17第3項に基づき改善勧告を行い、合わせて京都市に対して報告を求めております。なお改善が図られない場合、または報告がない場合は改善命令や業務停止命令等の厳しい措置を講じることとなります。次に括弧に法人に対してでございます。法人に対しては行政手続法に基づき弁明の機会を付与した上で、特定非営利活動促進法第42条に基づく改善命令を8月2日に発出いたしました。また京都地方裁判所に対し過料事件通知を発出しております。改善命令につきましては、あ改善命令の内容に記載の4点を求めております。括弧は役員体制の見直しとしましては、理事長による虚偽報告に加え、そのような報告を役員が制止できなかったことは職責を果たしたとは言えないことから、抜本的に役員体制を見直し、総合権制機能を持つ執行体制を整備すること、括弧い役員名簿の整備及び適正な記録として、不実の記載がある報告書類については可燃の分も含め真実の内容を明瞭に記録した上で法人事務所に備え置くとともに所轄庁に再提出すること、括弧う適切な総会運営として総会の議長については定款の規定通り出席した正会員の中から選出するよう運用の見直しを図ること、括弧へ法令遵守として平成29年4月以降は税理士事務所への委託により幹事が会計事務を担当している状態は改善されているものの、会計事務を担当していたものの幹事への就任や職員を兼ねることができない幹事に対し給与が支払われていたことについては特定非営利活動促進法に違反することから法人として総括することを求めております。続きまして過料事件通知についてでございます。理事長は本市が USB モバイルのデータ保全を要請していたにもかかわらず、理事長自らデータを削除した上で本市にすでにデータは削除されていたとの虚偽の報告を行っており、特定非営利活動促進法第80条第10号の虚偽報告に該当するとして京都地方裁判所に対して過料事件通知を行ったものであります。続きましてスケジュールでございます。特定非営利活動促進法に基づく改善命令、先ほど申しましたように不利益処分に該当しますので行政手続き法に基づき7月24日に改善命令に係る弁明機会の付与を通知し、また同日に過料事件通知を京都地方裁判所に送付しております。改善命令に対する弁明書は7月31日に提出をされ、後ほど概要をご説明をいたしますが、この記載されている内容につきましては、これまでの調査により本市が確認している事実を変更するというような内容が含まれていないということで判断をいたしまして、8月2日に改善命令を発出いたしました。改善結果報告の期限につきましては8月24日としております。次に4、本市における今後の取り組みについてでございます。括弧1、法人及び事業所に対する取り組みについては記載の2点の取り組みを実施いたします。具体的には本市から施設管理者及び法人役員に対して改善命令等に基づき着実に施設及び法人運営の改善が図られるよう強力に指導してまいります。また利用児童の保護者に対し説明会を開催することとしておりますが、8月4日及び5日に開催された保護者説明会には本市の職員も出席し、改善勧告や改善命令について保護者の皆様にご説明をしたところでございます。次に過去に全市的な取り組みについては、今回の事案を踏まえ市内の小規模保育事業所等の地域型保育事業所に対し個人情報の取り扱い等について説明会を実施してまいります。最後に過去3その他として、復元した USB メモリに保存されていた他都市の保育園にかかる個人情報を含むデータについてはそれぞれの園の確認を求める中で適切に対応を行ってまいります。続きまして別紙弁明書の概要、A3 横長の資料をご覧願います。資料では表の左側に改善命令の原因となる事実を、右側に弁明書に記載された内容の概要を示しております。まず一つ目の個人情報紛失に係る虚偽報告に係る弁明としては、京都市からデータの保全指示を受けていたにもかかわらず消去したことは事実であると認めていますが、データを削除した理由としては上から2段目にあります通り、法人の方針として職員会議や今後の再発防止策の中で個人の USB メモリへの個人情報を保存をしないことということを徹底したためであり、隠蔽の意図はないということで述べられています。2つ目、理事長への役員報酬ですが、これは理事長に支払われていた賞与が定款に規定されている総会の議決がなかったものでございます。これに対するかかる弁明としてはその事実を認め、7月27日に本人から法人に返還をされているということでございます。2ページをご覧願います。幹事による会計事務の執行についてでございます。
これは以前から会計事務を担当していた現在の幹事が幹事就任後も会計事務を担当していた時期があることや給与賞与が支払われていたものでございますが、これに対しましては表の右側4代目にありますように幹事がこれを行っていたのは一部にとどまると述べられていますが、これはまあ立ち入り検査時における法人役員から受けた説明の内容と異なっておりますし、まあ、そもそも一部にとどまればよいということでもありませんので、この主張は受けられないというものと受け入れられないものと考えております。3ページをご覧ください。総会の運営についてでございます。これは総会の議長は正会員の中から選出すると定款に規定されているにもかかわらず、正会員でない理事長が議長を担当していたものでございますが、これに対しましては事実と認め今後改めると述べられています。次に届出書類の記載誤りでございます。年に一度の事業報告や役員に変更があった場合に提出される役員名簿等の中で役員報酬の有無の記載や理事長幹事の就任時期の記載に誤りがあったものでございますが、これに対する弁明としては誤りについては事実と認めた上で、表の右側1段目にあります通り定款の規定についての認識不足などから起こったものであるとして、意図的な隠蔽ではなく形式的な誤りであるということで述べられております。4ページをご覧願います。弁明書の中では本市が示した改善命令の原因となる事実に対する弁明以外に、改善命令の発出は裁量権の逸脱である、子ども若者の育み局が発出した改善勧告によって対処が事実上強制されているものであり、あえて改善命令による必要はないと述べられております。しかしながら改善勧告と改善命令では対象や求めている内容に違いがありますし、事案の重大性を踏まえますと改善命令を発出することは妥当であるということで判断をしております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ただいまの報告につきまして何か質問はございませんか。はい、それでは森田副院長。私からはですね、まあ、今まで教育福祉委員会の方で NPO 法人の件も含めて、議論されてまいりましたけれども、ことの重大性を鑑みてこの文化環境委員会でも、こうして報告があるということでございますが、まあ、現職の市会議員がですね理事長を務める NPO 法人ということで、まあ、あの謝罪会見でも理事長としての資質に欠けており、いずれ辞任はしたいけど市議としては仕事で返していきたいということを、まあ、おっしゃってますけど、いきなりこの委員会を欠席されているのは、まあ、どういうことなのかなと、まあ、現行不一致甚だしいんじゃないかと私も思っておりますけれども、まあ、この、まあ、法人の件について、何点かお聞きしたいと思っております。まあ、この理事長、USB メモリー紛失に関しましては、虚偽の報告を行っていたということでございまして、これはまあ大変大きな問題というふうに思っておりますけれども、まずこの経緯について詳細を説明していただきたいと思います。井ノ田室長。はい、あの今回もともと個人情報の紛失事案ということで発生をいたしまして、あの個人情報という観点でどうかということで始まったんですけれども、立ち入り調査ということで6月8日14日に私もあの事業所の方にお伺いをいたしまして事情をお聞きしております。その中で、USB メモリーのデータを、まあ、市の方で保全要請をしているにもかかわらず消した、すでに、まあ、要するに保存要請出した時には消えてたという報告を私自身も理事長からお話をお聞きをしたという状況がございます。でその後子ども若者育み局の方でデータの復元と申しますかをされているという中で、その指示以降に何らかの操作、その USB メモリに操作が加えられているということが明らかになって、まあ、そこを、まあ、あの お話としてご説明させていただいたところ、虚偽の報告であったということが出てまいりました。私どもとしましては、NPO 法人の理事長による虚偽報告ということには大変重く受け止めておりまして、まあ、この改善命令等の処分をさせていただいているという状況でございます。森田副院長。そういった虚偽の報告がですね、またその虚偽を生んで、まあ、このさらに深みにはまっていくと、あってはならないことだと思っておりますけれども、で改善命令につきましては、まあ、こういったことがあればですね、まあ、当然の対応だというふうに思っておりますけれども、先ほどこの弁明書の提出があったという説明がございまして、まあ、内容についてですね、
本件について改善命令を出す必然性はないと、まあこのようなことをまあ主張されておりまして、改善命令は裁量権の逸脱であり行政指導にとどまるべきであるというふうに、述べられてまして、まあこう反省の面がまあ全く見えてないんじゃないかというようにも捉えられるんですが、この点について、京都市の見解をお伺いしたいと思います。井野田市長。はい、まあ、弁明書を提出されまして、我々の、主張もされておりますので、そこについては一点一点吟味をさせていただいたつもりでございます。ただ一方で NPO 法自身はできるだけその法人の自主的な活動を尊重して、行政の関与はできるだけ抑制的にということですけれども、ただ何かあったときには必要な監査をする、検査をするし、命令もしていくということになっております。で、法の42条ではですね、運営 NPO 法人の運営が著しく適正を欠く場合には改善命令ということになっておりますし、法人の理事長からそういう虚偽報告があって、まあ、それがある意味その証拠となる部分がこう明らかになってくるまでの間、法人全体としてそれがずっとそのままの状態であったということについては非常に重く受け止めておりまして、先ほど申しました法人の運営が著しく適正を欠くという状態であるというふうに認定をしたというところでございます。及田副委員長。それから弁明書でもう一点ですけれども、幹事が NPO 法に反して、本来この職員がやるべき会計事務を担当していたということについても、まあ、これ弁明書の中では一部に過ぎないというようなことを主張されておりますが、まあ、それじゃったら、まあ、一部だったら良いのかということですが、まあ、これ一部だろうが全部だろうがダメなものはダメなので、まあ、どういった趣旨でこれを主張されているのか分かりませんけれども、さらにですね、これ特定非営利活動促進法18条ですね、これ幹事の職務についてまあ定められてますけれども、 NPO 法人の業務または財産に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを 社員総会または所管庁に報告することと、まあ、大変こう重要な任務を担うべき幹事になっておりますけれども、まあこの点、まあ、この主張されましたけどね、一部に過ぎないというような、この点についても京都市、どのように、思われているのかお願いします。井野田市長。はい、この幹事が会計事務を担当されていたという部分についてでございますが、先ほど申した6月の14日の立ち入り検査をしたときには、幹事の方まあ、来ていただきまして、私も直接面談をしてお話を聞いております。その際はですね、まあ、担当されている業務についてお聞きしたところ、まあ、現金には触れてないが、領収書や請求書などの証拠書類との突合、預金残高の確認、契約書類のチェック、会計ソフトへの入力など、まあ所轄庁に出さなあかん会計関係の書類の作成についてはこの方が行ったということでご説明をお聞きしております。まあ、弁明書の段になりまして、会計事務の一部は実は副理事長が担当してて、今の幹事の方がやったのは一部やというこの主張につきましては、まあ、この弁明書で初めて聞いたという状況でして、我々としてはそこは戸惑うという状況が実際のところでございました。で今先生から言っていただきましたように、そもそもただ一部でもあかんというのはもうその通りでございまして、幹事は法律で定められた非常に重要な責務を負っており、職員を兼ねてはいけない、まあ、職員が兼ねてはいかんというのは職員を兼ねてしまいますとそういうチェックができないというところで、もう法律の趣旨でそういうふうになっておりますので、一部であってももちろんやってはいかんというふうになります。でまたちょっと先ほどご説明しました幹事の方には役員報酬ではなくて給与が支払われております。そこの説明につきましても会計事務を担当しているということで給与を支払っていると、あと、まあ、税理士事務所に業務が委託された後もですね、そういう会計事務の引き継ぎという業務のために給与が支払われているというご説明を受けておりますので、まあ、それとですね、今回のこの弁明ちょっと整合が図れないのではないかというふうに思っておりまして、この部分については特に我々として考慮必要がない弁明であるという評価をしたところでございます。以上でございます。森田副委員長。今の説明聞いても中身むちゃくちゃなんですよね。で、まあ、理事長への賞与の支払いについても、定款で定める総会の議決を得ていない、で総会の議長についても定款で定める会員資格のない理事長がやっていると、
役員名簿の記載誤りについても NPO の窓口で理事長が書類を提出された際に法令違反を指摘されて誤った修正していると、まあ、もうこの理事長が関わられていることでもさまざまなことが散見されているわけですけど、今ボクシング協会ですか、でも定款にないけど終身会長がね生まれているようなことありますけど、それと同じようなですね、もうめちゃくちゃな運営がされているわけで、その理事長が現職の市会議員でもあると、これはまあ大きな問題だと思っているわけですけど、理事長としては辞任をですね、支出にかけてたので辞任したいと、ゆくゆくはねということは記者会見でおっしゃっておりましたけれども、この理事長の責任については、京都市としてはどのようにお考えになっているのか、改善命令の中で役員体制の抜本的な見直しについても指摘されておりますけれども、この辺の部分についてお伺いしたいと思います。井野田市長。はい、今回の事案に関しまして、今理事長の部分のご説明をいただきましたけれども、私どもとしましても法人の代表である理事長の責任というのは大変重いというふうに考えております。ただ同時にですね、理事長のその虚偽報告を放置したと申しますか、看過してた他の役員の方々についても、その役員体制全体についても問題であるというふうに思っておりまして、ここどうするかということで我々としても考えがいろいろどういうか考えた上で、ただ先ほどちょっと申しました NPO 法全体はですね、そのやっぱ法人の自主的な運営をできるだけ尊重と、行政の関与を抑制的にという趣旨からしますと、具体的なその役員名を挙げて、辞任とかどうとこうのとかいうところまで、言うのは法の趣旨からそれはそぐわないだろうというふうに考えまして、あとその法役員全体の問題としてですね、法人内部でしっかりとそこ議論をしていただいて、県政関係というふうにも書いておりますけれども、より良い体制を構築していただく必要があるというふうに考えまして、抜本的な見直しと、これはかなり厳しい表現をさせていただいていると思っておりますんですけれども、そのようなことを法人として検討いただきたいということで改善命令をさせていただいているところでございます。森田副委員長。NPO の理事長を辞任させるということは大変難しいということですので、それは理解しますけれども、最後ですね、指摘を何点かさせてもらいたいと思うんですが、やっぱりこの議員としてのですね、責任の取り方ということで、これ8月1日の京都新聞に読者の声が載っておりますけど、議員が運営する事業に対する規範に知識がない中で議員として行政や社会の課題を審議定義するときに規範の知識を持たないで議論する姿勢であったのかと疑問を持ちますと。さらに、山本議員、過去にはですね、この小規模保育について、質疑もされております。一部抜粋して読み上げさせてもらいますけど、保育士さん、中間里親も含めた保育士さんの処遇というものもしっかりと取り組みをしていただきたいというふうに思いますと、このような質問もされているんですが、処遇改善加算についても理事長が受け取っているというような状況がございまして、これは教育福祉委員会の方やと思うんですけれども、こういうことも考えますと、しっかりとこの市民の声にですね、耳を傾けて今後の在り方については議員としてもしっかり身を正していただきたいと思いますし、責任を取らなきゃいけないんじゃないかなと思います。ただと一方で、やはりこの NPO 法人エンゼルネット、お子さんをたくさんね、実際現在保育されているという状況もありますし、保護者の皆さんにとってはやっぱりこの子どもを取り巻く環境っていうのが変わらないで、子どもがすくすくと育つ環境は守っていただきたいと思っておりますので、そこはしっかりとやっていただきたいと思っております。以上、指摘して終わらせてもらいたいと思います。以上です。吉田文化市民局長。今回の事案につきましては、文化市民局といたしましても、このエンゼルネット一つの団体の問題だけではなくて、 NPO 法人全体のある信用の失墜につながりかねない問題だというふうに重く認識をしているところでございます。今、報告ありましたように、改善命令を発出をして8月の24日には、その報告をいただくという予定でございます。我々、法人にもしっかりと、指導をしていくつもりでございますけども、してまいりますけども、
エンゼルネットにおきましても今回の件をしっかりと問題を我々が出しました改善命令の内容をしっかりと理解それから認識をしていただいた上でしっかりとした改善内容を我々にも示していただきたいというふうに思っております。先ほど言いましたように今回のことを全体の問題にも波及しかけない問題でございます。そのためにも市民の方にしっかりと今回の件につきましては説明をしていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、続きまして伊坂委員。私の方からも何点かお聞きしたいんですが、まず最初に今局長もねおっしゃいましたけど、ちょっと局長の認識をね聞きたいんですけど、この文化環境委員会、出発は暮らし環境委員会、この私たちの任期の間はねそうやったんですけど、3年前に元市会議員そして現職市会議員を巻き込んだ、あの時は、ね、認定 NPO でしたよね、の法人の問題について、ね、審議をしたところです。いわゆる不正があったのではないかということで、まあ、これは訴訟沙汰にもなったわけですね。でこの3年間の間に、ね、認定 NPO 認証 NPO、ね、法人で、ね、そういった事案が、ね、連続して起きているということについては局としてはどのように受け止めているんですか。局長に聞きたい。吉田局長。それぞれ の問題それから背景ということは違いますけども、NPO の、この活動の、信用等につながるこの事案がこうして続いて起こっているということについては真摯に受け止めなければならないと思いますし、その分我々その法に基づいて自由度を確保するというのがこの NPO 法の趣旨ではございますので、そういった法が求めているところを守りながらも決められた義務についてはしっかりと守っていただくということで、今回のこと前回のことも踏まえてしっかりと指導をすべきところは指導していかなければならないというふうには認識をしております。伊坂委員。文字通りね、京都市行政の信頼がね問われかねない問題だと。多くのね NPO 法人ね、登録して認証を受けている、ね、法人は真面目にやってるんですよ。でそこには市民の税金もね投入されてるわけ でそういう皆さんがねこうやって NPO 法人の不祥事が相次ぐと、ね、自分たちまでも周りの方からねいろんな目で見られるということになってるわけなん でそういうことでね今回の事案についてはね一切曖昧にすることなくきちんと指導しきっていただきたいというのもんです。でその上でね、まあ、今回NPO 法の第42条に基づく改善命令が出されたんですよね。でその改善命令の中身の42条を見たらやっぱりね著しく適正を欠くという法人運営に対して、ね、改善命令を出してるんですよね。でもう少し踏み込んで聞きたいんですけど、この42条っていうのは何を定めて何を法人に求める条文なんですか。井野田市長。大変難しいご質問ですけども、42条は表題としては改善命令となっております。先ほど申したNPO 法自身は非常にこう自主的な運営を尊重するという枠組みになっておりますので、行政指導なんかの規定は全くなくてですね、で、必要な事態が発生した場合には先ほど立ち入り調査我々もしましたけども立ち入り検査をした上で、それぞれまあ法に定める要件を確認至った場合にはそれとか今ご紹介ありました運営を著しく欠くという事態であるというふうに所轄庁の方で認めた場合にはその改善必要な措置を取るべきことを命ずる改善命令を発することができるという規定が置かれているというふうに考えております。伊坂委員。でもう少し、ね、42条を読みますとね、その著しく適正を欠くということと同時にですね、その他法令あるいは法令に基づいてする行政庁の
処分、もしくは定款に違反しているという場合で、著しく適正に書く場合で、それでさっきからもおっしゃっているように改善命令をすることができるというね、できる規定なんですよね。しなければならないっていうね、義務規定じゃないんですよ。で、あえてこのできる規定に基づいて改善命令を出すというふうに判断した限りは、ね、もうこれはその NPO 法人がやっていることについて著しく問題があるというふうに認識に立っていると、ね、これは確認をしておきたいというふうに思うんです。それはいいですか。井野田市長。はい、改善命令の条文自身は今ご紹介ありましたように、法令に違反、定款に違反というようなことで、まあ、単に定款に違反しているということでも改善命令というのは対象になってくるんですけども、本件については虚偽報告というところを非常に重く受けまして、それがまた放置されたというところを評価して、運営が著しく適正を欠くという評価をしたということでございます。伊坂委員。でそれをね、共通の認識にした上で、ね、まあ、今回は文化市民局の質疑なんで、しかも改善命令をその出す前提となる、ね、その弁明書の提出を求めて弁明書が出されたと。その弁明書に基づいて何点かお聞きしたいんですけどね。で、当たり前のことを聞きますけど、この弁明書の差出人は理事長になってるんですけど、でこの弁明書はね、誰が書いて誰が確認したというふうに皆さん受け取ってますか。井野田市長。はい、弁明書につきましては今言っていただきましたように、発出は NPO 法人の理事長名で出されておりますんですけども、内容等についてお話をさせていただいている中で、この法人から引用されている弁護士さんが窓口に出てきておられますので、ある程度その何と申しますか、その弁護士さんが関与されて、内容をしたためられて、まあ、法人に確認の上で提出されているということで認識をしております。伊坂委員。まあ、ですからさっき森田委員の方からもありましたけど、表現上の問題でいうとね、首をかしげることがねいっぱいあるんですけど、どうもこれは法律に詳しい人が書いた文章だろうというのを私も読み取ったんですが、だけども改めて確認するけど、弁護士が書いたとしてもそれを最終的には理事長が確認をして自分の認識、自分の考えだということで弁明書を提出したというふうに理解すべきですよね。井野田市長。はい、私もそのように確認もしておりますし認識しております。伊坂委員。はい、そしたらまずUSB メモリーに関して、ね、お聞きしたいんですけど、経過は、ね、先ほどあった通りです。でその上でね、この弁明書の中 で、ね、で個人情報の入ったデータを、ね、保存しないという法人の決定に反していたので削除したんだと、意図を持ってるわけですよね、削除の意図で。だけどもそれは、ね、隠蔽等の意図を持っていたものではないと。で弁解としては、虚偽報告は法人の方針を重視してしまったためにやったんだということで正当性を主張してるんですよ。で結局ね、悪意を否定してるんですよ。だけどもどう考えてもね、先ほどのやり取りであったように、この経過っていうのはね、京都市の、ね、証拠を保全、データを保全してほしいという指示を無視をして、でなおかつ理事長が自分で最終的には削除したものの、それは職員がやったんだということで虚偽の報告をしていると。これはね、意図があり悪意があるね、隠蔽そのものじゃないんですか。私はそう思うんだけど、そういう認識ありますか。井野田市長。隠蔽の意図というのは否定をされているというふうに、明記もされております。でただ今、ご紹介いただきました今回の虚偽報告については、
法人の方針、その USB メモリには個人情報を入れないという前段でその方針を定められてましたので、そこを優先してしまったということで、まあ、それも含めて、隠蔽なりの意図はないということは窓口でもおっしゃられているところでございまして、まあ、我々としてはそれをお聞きしているという状況でございます。伊坂委員。だから最初に言ったようにね、42条に基づいて毅然としてね対応すべきだというのを持ってるんで、私は聞いてるんだけど、結局はね、市の保全指示に従わなかったと、こういう意図と、それと法人に都合の悪いことは隠そうというね意図があったというふうに言わざるを得ないんですよ。でそういう意図と結果としての行為がね、隠蔽行為につながっているというふうに見るべきだと思うんですけど、そういうふうには見ないんですか。井野田市長。データの保存、復元をされた後にですね、その復元されている内容に、まあ、当初報告のあった内容に、まあ、さらに加えて、情報が保存されていたという部分からしてもですね、今大井坂議員がおられたような内容の方が確かに整合性があると申しますか、一貫しているということでは思っておりますんですけれども、ただ、まあ、主張としてはここに記載の通りというところで、まあ、それ以上なかなかちょっと我々としても申し上げにくい状況ではあると思っています。伊坂委員。苦しい言い分やね。私はだけどはっきりと、ね、言ったらいいと思うんですよ、ね、意図を持って、ね、隠蔽したと、私はそういうのも。でもう一つ、二つ目はね、法人理事に対する賞与の支払いです。それが問題だっていうのはね、もうさっき指摘のあった通りですよ。それでね、その弁明書の中に書かれているのは、京都市に、ね、資料を提出した際に、ね、市から何も指摘されなかったので支給したと、こういうふうに弁明してますよね。総会の手続きの不備があったと、それは総会で議決をしていないにもかかわらず支払いをしたから、ね、こういう不備だとこういうふうに言ってるんだけど、それを認めた上でね、京都市からその時に何も指摘されなかったから支給しちゃったんだと、こういうふうに弁明するわけですよ。で結局ね、自らの認識不足だった、ごめんなさいって言うんだけど、自らの認識不足とともにね、そういう行為をやったということについてね、京都市が指摘をしなかったからということでね、京都市に責任を転嫁をするようなこの弁明書の言い分、そのまま受け取るんですか。井野田市長。はい、まあ、この処遇改善費の計画については子ども若者育み局の方で所管をする部分でございますが、これはただちょっと私も横で聞いておる範囲でのご説明になりますけれども、あくまでなと申しますか、そこに確かに役員への処遇改善費の支給というのが計画に書かれてはおるんですけれども、役員であっても実際に保育を担当している職員であれば支給は可能やというところで、これをもってその言い訳といいますか、その説明にはならないということでお聞きをしておりまして、まさにそういう評価なのかなと思っております。で我々としましては、その29年12月分の報酬について議決されていない、これはもう大変大きな問題であると思っておりますし、その部分についてのご指摘をさせていただいているということでございます。伊坂委員。本当にね、このね一行読んだだけでもね、私はねムカッときましたよ。理事長がそういう認識を持ってね職員に当たっていたとしたらば、これはね重大なね責任転嫁だというふうに思うんです。で関連してですけど、ね、会計事務を担当していた、まあ、現在の幹事について、これも先ほどやり取りがあった通りです。でこれについてね、この法でも定款でも兼職の禁止っていうのをね明記してるわけですよ。にもかかわらず、ね、兼職を指したということはね、やっぱり法律と自ら定めた定款に、ねね、反した行為であるという ね認識を、ね、しっかり持つ必要があるし、でしかも、ね、事実誤認とかね、会計事務を幹事が行っていたのは一部だというのはね、このさっきあったことです。一部だったら許されるのかと。全部も一部もね、法律と自ら定めた定款に反しているという行為をやったということについてはね、
どんな申し開きをしたとしても許されるもんじゃないということは指摘をしておきます。でその上で総会の運営の中でね、正会員でない理事長が議長を担当したと、これも明らかに法律と、ね、定款に違反してるわけです。でこれについてね、弁明書ではね、定款に対する認識不足が招いたものと、でここでもまた認識不足が出るんですよ。でどういうことを考えてるんやと、この理事長と、ね、理事の皆さんと弁護士は法律と定款に反しているのをね、認識不足だったと、まるで他人事じゃありませんか。こんな認識でね、NPO の運営をね、やるっていうことはね、もう本当にあかんことやというふうに思うんですけど、このね、認識不足が招いたものっていうのがね、いろんなところで出てくるんだけど、この認識不足ということに対する皆さん方の認識はどうですか。井野田市長。はい、事実認定しております4つございますし、改善命令4つあります。それぞれ法律に反する部分でありますとか、定款でございます。法律は当然従っていただかなきゃいけませんし、定款につきましても、言うてみたらその NPO 法人自身が決めてられるルールなので、それに対する認識がということで言われても、我々としてもそれは何と申しますか、我々の確認している事実に対する弁明なり、やってしまったことの理由の説明にならないという評価をしているところでございます。伊坂委員。同じ思いです。それでね、役員報酬に関してこの理事全員に報酬を支払ったにもかかわらず、窓口で市の職員に指摘をされたと、これは定款に定めている3分の1規定に反してますよってことで言われて、そこで慌てて報酬ありを報酬なしに書き換えたわけでしょ。でそのコピーもいただきました。でこれをね、弁明書ではね、こういうふうに言ってるんですよ。船舶浅い薄いと、これ浅はかっていうふうに読むかと思ったら、ね、パソコンで変換したらね、船舶というふうに読むそうです。弁護士用語かなと思うんだけど、それとかね、突発的対応として書き換えちゃったんだと、したがって、ね、意図的な隠蔽ではないというふうに言ってるんだけど、まさにこれは浅はかで意図的な隠蔽だというふうにね、私は思うんですよ。指摘をされて都合悪くなったら書き換えるわけでしょ。これ世の中ではね、改ざんというふうにね、言われてることですよ。だからそれで逃げようとするっていうことね、そういうね、このやり方っていうのはね、本当に許せないというのを思うんだけど、認識どうですか。井野田市長。はい、29年4月25日付で提出をされた役員名簿についてでございますけれども、4名の方役員がおられますんですけども、法律上、NPO は特定非営利ということで、報酬もらえる役員の方は3分の1以下ということでなっておりますけれども、提出された名簿上4人中3人が報酬ありとなっておりましたので、もうこれはもう一見して法律違反というのが分かるという状況でございましたので、窓口の私どもの職員がその旨を指摘をしましたところ、その場で修正をされたんですけども、結果的にその今になればということなんですけども、窓口に来られた理事長、当然その全体の報酬の状況を分かられてたはずですので、その修正された内容が元々の書類も間違っているし、修正された内容も間違っているという状況、我々としては通常窓口であれば職員が指導したらいろいろこう相談に乗りながら真摯に対応いただいているんですけども、ちょっとなんでこのようなことになったのかなと、我々としても大変残念な事案やというふうには思っております。伊坂委員。それを、ね、受け取った職員を、ね、責めるつもりはありません。それは理事長である議員が、ね、やってきて、そういうふうにやり取りをして、ね、書き直したっていうのをね、でそれをそのままに、してしまったのかもしれない。だけどもね、普通だったら、ね、そういうことを書いてるっていうことは、その事実がその背景にあるわけだから、事実は法律違反であり定款違反なんだから、それをね、指摘をするだけじゃなくて改善をさせた上で改めて
報告書を求めるとっていうことをすべきだったというふうに思うんですよね。だからそういうことも含めて、でこれは、ね、非常に大きな問題を持っているというふうに指摘をした上 で、ね、でそれと全体通してね、でこうやってこの弁明書を見ていったら、ね、記者会見でねごめんなさいというふうに言った理事長の、ね、話とあまりにもかけ離れたね弁明だと、これは開き直りとしかね、言い訳としか私は読みません。こんなね自己保身にね満ち満ちた、ね、弁明書でね、でこれで終わりということにはならないというのもです。そしてこれも森田に言いましたけど、弁明書の最初と最後にね何書いてるかって言ったら、決定的な開き直りですよ。でこの改善命令っていうのはね、京都市の市長の裁量権の逸脱だと、児童福祉法に基づく改善勧告を受けたと、それに基づいて改善一生懸命やっているのに、なんでね NPO 法に基づいて改善命令がされるのかと、でこういう言い方でしょ。でさっきから言ってるように全く総括が、ね、されていないんです。悪いことをやったと思っていないんです。だから皆さん方は42条で改善命令を打ったわけでしょ。それに対するね前段のこの弁明書っていうのがね、あまりにもその意識がね薄いというふうに思うんですよ。だから、ね、改善命令打たなくても ね児童福祉に基づく改善勧告でも行政指導で十分に、ね、改善はできたしできるんだというふうに言っているこの法人の姿勢については皆さん方はどういうふうに受け取っていますか。井野田市長。はい、まあ、今ご指摘ありましたように、行政指導で足りるということが書かれておりますけれども、これにつきましては先ほども申しましたように本事案に対する評価の違いであるというふうに思っておりまして、この事案の重大性を踏まえますと、行政指導、法人を所管する我々として、行政指導、まあ、行政指導ではもともとないんですけれども、改善命令、不利益処分としての改善命令を発するしかないということで、まあ、弁明書に対する評価というのもそこに込めておるというつもりでございます。伊坂委員。そうだと思います。でその上でね、この虚偽報告に対して本市は、ね、京都地裁に過料事件通知を行いました。まあ、過料事件通知というのはね、改めて説明は求めませんが、本市が NPO 法人に対してこの通知を行った事例は過去においてあるんですか。井野田市長。はい、まあ、過料事件通知は行政罰としてのものでございますので、これ以外にも例えばNPO 法で義務付けられてます毎年度の事業報告、これを出さないというような、そういうの本来やらなあかん責務義務と申しますか、そういったことを果たしてないいうような法人に対しては、もう我々躊躇することなくこの過料事件通知というのを出しておるという状況がございます。伊坂委員。だから過去においてこの通知を京都地裁宛てに申請した事例はあるんですか。井野田市長。はい、まあ、今申しましたようにそのちょっと事務的な部分でも出しておりますので、まあ、年度によってちょっと違いがありますけれども、26年度以降各年1件1件8件8件というようなことで、合計これまで過去5年で言いますと18件を出しておるというところでございます。伊坂委員。そしたらその18件の資料を提出してください。私が調べたところでは平成30年度では2件しかないです。で最後に、まあ、本市の改善命令の後のスケジュールについて書いてありますけど、この法人に対する対応をどうするのかということで確認をしたいんですけど、8月24日の改善結果の報告書の提出期限、まあ、それでどういうふうに報告書が出てくるのか私は注目をして見てるんですけど、その内容次第ではこの法人の
認証を取り消すことも可能性としてはあるんですか。猪田市長。はい、改善命令もちろん法律に基づくものでして、この命令に従わないでありますとか改善結果報告書を出してこないということになりますと、法の手続きに基づいて認証の取り消しということになってくるという可能性は当然あるというふうに考えております。伊坂委員。可能性あると。だけどもこれも森田委員が最後におっしゃった点と私も同じなんですけど、保護者会の説明会をね先日やられましたよね。心配してらっしゃるのはこの、ね、エンゼルネットの保育事業がなくなるに違うかということで不安を持ってらっしゃる方いるんですよね。でそこに依拠している保護者と子どもがいるわけですよ。だからこれは教育福祉の方で議論すべき問題だと思うんだけど、その法人が資格をきちんと果たさないということで、ね、認証取り消して解散になるということとこの事業をきちんとね保護者と子どもに対してやっていくということは、ね、別問題だということで、これはオール京都市としてきちんと対応していただきたいと強く求めて終わります。はい、先ほど伊坂委員から要求のありました、過料事件通知過去5年間の資料について理事提出できますか。猪田市長。はい、過料事件通知 の事案につきまして件数と内容についてご報告をさせて資料として提出させていただきます。はい、提出できるということですので委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか。ご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましてはなるべく早く提出していただくようお願いいたします。次に青野委員。私の方からも何点かお聞きをしておきたいと思います。まあ、今お二人の方からですねやり取りを聞いてまして、ちょっと1点気になったんですけれどもね、弁明書の下りでずっとやり取りがありましたけれども、これその場合によってはですね、要するに、向こうは弁護士も立ててやっておられると、でこちらはこちらで対応していると、でこの見解がずれとるわけですね今聞いてると。で最終的に市が判断をして下した結論を僕は納得しないと、こういった時になんかその訴訟とかそういうことになるような可能性ってあるんですか。これは猪田市長。はい、可能性というところでご説明させていただきますんですけども、改善命令次回は行政処分で先ほど申しました不利益処分に当たりますので、これは手続き的には例えば、不服申し立てでありますとか取り消し訴訟を提起することは手続き的にはできるということで、ただ今のところその法人からそのような申し出は一切何も受けてはおりませんですけども手続き的にはそういうのは用意はされているというところでございます。青野委員。以前いたしましてもですねお聞きしててもなんていうか、行き通りというかね、まさにこの法人はですね、その理事長がその、この保育士の、処遇改善のね、ための、その給付金を、不適切にというか、不正というかね、流用しとると。で私たちは、特に議員という身分でいけばですね、この処遇改善なんていうのはもう大きな、課題でありますから、それをですねその当事者というかそれを議論してきたものがですね、そういうことを、そういう結果になっているというのは、残念でありますし、認識不足とね申し上げているんですけれども、なかなかそれは、通らないんではないかなというふうなが私の感想であります。で改めてですね、NPO、先ほど局長もおっしゃってましたけれども、本当にこのことを通してね、NPO そのもののなんかこう、イメージが損なわれるというね、そのことをやっぱり危惧します。で、先ほどもありましたけれども、この3年間で、
まさに議員が、元議員が関わるようなことで、これまあ不祥事が起こってるわけですね。これ今800数十の NPO 法人あると聞いておりますけれどもね、まあ、レベルがどうか別にして、まあ、細々としたいろいろ指摘とは各法人に対してあるのかも分かりませんが、まあ、いわゆる今回のような事案、あるいは前回議会の中で議論した事案、これに匹敵するようなそういう、まあ、不祥事といいますか、そういう事案というのは過去に何件かあるんでしょうか。井ノ田室長。はい、NPO 法人京都市の方で管轄していますのは840法人ございます。これまで、まあ、事務が京都市の方に移管をされて以降、この改善命令というようなことまで出すという事案につきましては 本件が2件目という状況でございます。青野委員。まあ、2件目というのは、1件目というのはあれですか、3年前の先ほど来出ている、ね、まあ、これは本当に何というか、まあ、恥ずかしいというかね、まあ、議会人としてですね、その絡んでる法人が、まあ、こういうことを、まあ、しているわけでね、まあ、これも参考にですけれども、まあ、今回はこの今回の法人はですね、去年からいわゆるこの小規模事業保育ね、これに参入されたわけでありますけれども、同じように小規模事業保育をされている法人というのは今市内に何箇所かあるんでしょうか。それから合わせてね、合わせて議員がいわゆるその役員についているような法人というのは 何箇所ぐらいあるんでしょうか。井ノ田室長。はい、NPO 法人、まあ、先ほど申した840所管してますうち、小規模保育事業をされているという NPO につきましては、先ほど、まあ、今の、このエンゼルネットのほかに、2法人、ございます。また今とご質問の司会の議員の先生方が関わられている NPO というところで、私もちょっと確認をしておるんですけども、私の確認している範囲で役員になられているという部分については3法人あるかなというふうに考えております。青野委員。まあ、あえてここで言う別に必要はないんですけれどもね、まあ、そういう議員が関わっていらっしゃるんであればね、やっぱりちょっとこう今回のことも教訓にしながら、きちっともう一度そのあまりにもずさんなことがね、平気で行われている、で NPO 法人というのは そんなもんなんかなと、ね、で現場で一生懸命頑張っているけれども、まあ、そういうこのずさんなことがまあまあ通るような、それダメなんだということはやっぱりやっていかないといけないわけで、それを範を示していくのは、例えば議員が関わっているのであれば、そういう議員が、ね、関わっているとか完璧ですよぐらいのね、そういうようなものを期待をしたいわけですけれども、悲しいかな、まあ、結果的にはですね、こういう議員が関わっているところがですね、なんかこう、重大な、まあ、この不祥事を起こしているということで、まあ、これは、まあ私も含めてね、議員ということの重みというか、そういうものはもう一回しっかりと、まあ、それはもう一度認識をしていきたいなと、こういう思いでありますけれども、でも改めて、まあ、NPO というのはですね、私はこれは今この社会の中でまあ、本当に必要不可欠な存在になってきています。あらゆる分野で行政ではなかなかできない、あるいは企業ではできない、そういった中間的なそういうような部分で、このあらゆるこの社会的な課題をね、この担ってですね、まあ、やってるわけであります。こういったことが NPO 法人でええ加減やみたいなことをね、このこうイメージが本当にこう著しく下がっていくようなことに今回ならないかという、そういう不安もあるんですけれども、改めてこの市としてですね、この NPO 法人それぞれ運営がきちっとされているかどうか、どのようにですねこれまで取り組んでこられたのか、あるいは今後と踏まえて今後新たな対策というか、そういうような方向性聞かせていただきたいと思います。井ノ田室長。
はい、NPO 法人 の、 設立の認証でありますとか、日頃 の、まあ、関わりというようなところで私ども関わらせていただいております。で、年に1回ですね、事業報告書をご持参いただくというようなことがございますので、その機会では窓口でですね、内容を確認させていただいて、で我々として気がつくところ、チェックリストみたいなものもございまして、必要な範囲でのお話というようなことについてはさせていただいておりますし、そういう事業報告書を提出いただいている機会を捉えてやっていることに加えまして、それ以外にも自己点検シートと申しまして、一般的にこの確認していただきたい内容をしたためたチェックシートをお配りしまして、活用いただいているというようなことがございます。今回 の、 この小規模保育事業所に関する事案がございますので、今の申しました事業、事業報告書を出していただく場合のちょっと確認の仕方でありますとか、先ほど申しましたチェックシートの内容についてもですね、ちょっと何か改善できる部分があれば改善していく必要があるかなというふうに思っております。ただ、NPO 法自身は先ほど申してますように、できるだけ実勢尊重というところがありますんですけども、それを踏まえた上で京都市としてもしっかりそこの部分について支援と申しますか、対応していく必要があるということで現在検討しているところでございます。青野委員。今回USB メモリーがねなくなったというところから始まって、で今回のこの議案もですね、このいわゆる個人情報の紛失事案についてということで、どちらかというとね、 USB のメモリーがなくなったことがなんかメインのような気がします。で中身は全然違う、もっと大きな重大な問題がね、はらんでいたわけであります。で保護者会の昨日おとといですかされたそこでの意見聞いてましても、要するに USB メモリーだけのことやと思ってたと報道で知ったというね、こういうようなことがありました。で今回市の方もですね、これ USB メモリーが紛失あった、これをきっかけにね、今回いろいろ出てきたわけで、もしこれ紛失事案がなかったらこれずっと何も発覚せんと言ってるわけですよ。これで今までの今ちょっとおっしゃったけど、今までこういうやってきましたってあるけれどもね、本当それでいいのかという。で確かにその、積極的な自主性をね、積極的な自主性を尊重しますよと、で甘いねこう抑制的に関与しますよという、それも当然そうだと思うんですけれども、で一方で、今回こういうことがあったわけでね、そういう今回の経過を踏まえて今後どのようにね考えていかれるのか、その辺も当然検討されると思いますけれども、これ大事なことだと思うんですけれども、いかがですか。井野田市長。はい、日頃の NPO 法人さんとの関わりなんですけれども、定例的な部分としましては、先ほど申しましたような事業報告書の提出でありますとか、そういった機会、あと自己点検シート送付なんですけれども、それ以外にもですね、例えば新聞なんかで、何か報道がですね、少し出たりしまして、その対象がその NPO 法人というようなことになった場合には、我々としましてはあくまで任意ですけども、いろんな事情をお聞きしたり、ちょっと現地を確認させていただいたりというようなことで、常にこの NPO 法人に何かあれば積極的に情報収集した上で、必要な範囲でお話し合いをさせていただくというのは日頃からさせていただいているというのは実際のところとしてはございます。ただ今回の事案ここまで来て、こういうような関わりになってしまったというところについては、当然踏まえていく必要があると思っておりまして、そこの関わり方というところにつきましては、今回は保険子ども若者の育み局と連携してやっていく部分というのは当然この後出てくるんですけども、 NPO 法人全体を所管する我々としても検討していかなあかん課題やということでは考えております。青野委員。今回の、ね、この事案についてはですね、これはもう徹底的に、ね、しっかりと取り組んでいただきたいと。で先ほど来のやり取り聞いてましてもね、やっぱり納得いくような対応をやっぱ市としてはやっていただきたいと。で一方でやはりこの社会的にこれからますます期待される、今840で目標を持ってやってるわけでしょ、900何本だから数もさることながら、やっぱりより良い、ね、質の高い
そういう NPO 法人を育てていこうと、まあ、こういったこともね、やっぱり一歩やっていかなあかんと思います。と同時に、そういう規範というのをもう一度ね、徹底してやっていただきたい。まあ、それは現場でね、NPO いろいろ私も関わったり、いろいろお話聞くとね、それはもう現場のことを一生懸命やってありますわ。でどうしてもなんか処理事項はね、なんかもうパパッとこう即時的に二次的なもんとして捉えてか、まあ、あんまり重きを置いてない。でとりあえずこれ処理出しといたらいいですねみたいな雰囲気がね、まあ、ないこともない。やっぱりそうではなくて NPO と名乗っていくんであれば、やっぱりそういったことは当然のこととしてね、セットとして、その上で現場があるわけですから、まあ、そういうようなことも含めて、まあ、様々な機会にね、ちょっといろいろその、NPO をしっかりと力をつけていただけるような環境づくり、そういった体制づくり、まあ、こういうようなことをこれをきっかけにね、それはそれでやっていただきたいなとこう思うわけでありますけれども、いかがですか。井野田市長。はい、NPO 法人につきましては本当に不必要不可欠なと申しますか、いろんな諸課題に取り組んでいただいている本当に志の高い方々の、まあ、本当に集団ですので、今言っていきましたように宮古プランの第2ステージでも目標数値として32年度末までに920という掲げまして、それに向けてやっております。あとお話しさせてありました、一般的に NPO の方々は非常に現場を大事にされているというところで、事務的に弱いところがというようなところも、まあ、実務面としてそういうところが終わりになる部分があるかと思います。我々としてはそういったところ、市民活動総合センターなんかでもですね、支援講座でありますとか、そういった事務的な部分のサポートというのはしっかりさせていただいているつもりでして、そこにつきましてはその数も増やしていきたい、あと、まあ、税の控除を受けられる認定も増やしていきたいというもちろん目標ございますので、そういったところでしっかりとサポートはしていく必要があるというふうには考えております。以上でございます。委員、まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、そういった形でこう環境を作っていただくと、でその中にね、その中に法令遵守とかね、これも絶対的な要件やということをこれも言ってほしいわけですわ。そのためにも今回の事案なんかはね、これ絶対いい加減してもらいたくないと、きちっとねこれはもう、やっていただきたいと。なんかこういううやむやになると、ましてや議員が絡んでるとなるとね、本当にこうNPO に対するイメージはもうますます悪くなりますので、どうかその点よろしくお願いします。はい、正午を過ぎましたが質疑予定者はあと1名ですので、このまま委員会を続行いたします。よろしくお願いいたします。赤坂副委員長。私の方からもう手短に、大半も済みましたから物事の話は。で、私は今回の問題は今ルル委員から話があったように、NPO というそういう自主的活動を大切にする組織を使った食い物にしている事案じゃないかなというふうなことで、思ったんです。でそういう点でね、今回NPO 法人としての問題点を過料事件通知として裁判所へ通知する重大性があったということについての最大の根拠は何なんですか。井野田市長。はい、今回過料事件通知をしたところにつきましては、要件的にはいくつか該当する可能性があったことを他にもありますけれども、書いております通り虚偽報告というところの部分を捉えて過料事件通知をしているというところでございます。赤坂副委員長。虚偽報告で、虚偽報告を改善するということはどのようにしてするんでしょうね。私自身これ今後真実を述べますと言うて、それで改善報告になるんでしょうか。この点非常に心配をする。でまたその当局と山本理事長とのギャップの差というのがやっぱりここに大きく表れていると思うんですよね。で私はそういう意味で、今回のこの過料通知にはもう本当に十分 NPO の自主的に運営するところを本当に保障するために自主的に解決してもらうということをしっかりと指導していただきたい。でこの点を虚偽報告というのはもうとにかく取り返しのつかない、嘘ついたことだから取り返しのつかないことだから、そういう意味では
これについてね、きちんと自主的運動団体、活動団体としての NPO 団体をやっぱりきっちり守っていくという立場からですね、こういう不正不祥事案はしっかり指導していただきたいというふうに思います。で、2つ目に、平成29年度の定款違反の理事長幹事への役員報酬というのを支払い分ありますね、だいたい1月10万円、1年間で120万、で2人に払ったら240万、3人払ったら360万と。で、こういう自主的な NPO 団体の法人の運営にとって一番問題なのは、この間も NPO 団体の問題でなったのはやっぱりいろんな人件費や経費ですよね。で、そういう経費をですね、使ったということで不当に支給をしていたということが明らかになったわけですから、これは法人に返還されるべきではないかというふうに思うんですが、いかがですか。野田市長。はい、まず理事長に支払われている役員報酬につきましては、平成29年3月から平成30年3月までの間、毎月10万円、これは13ヶ月になりますので130万になりますけれども、これは適正に、ちょっと説明にはないですけれども、総会の議決も得られてますので、手続き的に問題ないと。で、また理事長だけが役員報酬をもらわれているというのが我々認定しておりますので、これについて、何か返還をしてもらわなあかんというようなことではないというふうに考えております。幹事に支払われた部分でございますが、これは29年2月から平成30年3月までということで14ヶ月分、払われております。毎月10万円。これにつきましても、これは役員報酬ではなくて給与という形で知られていますが、会計事務なり会計事務の引き継ぎということで、実務されたということでおっしゃっていますし、我々としてもそういうような認定をしておりますので、これについても特に返還をしてもらわなあかんというものではないというふうに考えております。赤坂副委員長。私は兼務禁止ということで、規定されていることに違反しているということで、先ほどの理事者からの報告もありましたし、そういう点ではこれはやはり法人の大変な困難な財政の中で頑張っているところに対してですね、きっちりけじめをつけるべきだというふうに私は思いますし、その点は強く求めておきたいと思います。それから、平成29年の12月の保育士の処遇改善費というのは、これ補助金ですよね。で、それをですね、理事長、理事、幹事の3人に支払ったということは、明らかに総会の議決を得ていないというだけではなくてですね、補助金という性格そのものを否定するものであるということで、目的外に使用するようなこの法令違反ではないかというふうに思うんですが、いかがですか。返したら済むということではないと。これは井ノ田市長。はい、この部分じゃちょっと子ども若者育み局の所管部分にはなりますけれども、先ほどご説明させていただいてますように、そういったことで返還をされているということかというふうに考えております。赤坂副委員長。返還されているとはいえね、やはり補助金というのはその性格上本来支払われるべきものではないところに払っているというところが問題なんやから、その点はですね、しっかりとNPO 団体の運営としてもですね、厳しく見ていただきたい。で、その点を私は強く求めておきたいと思います。最後にやはり、市会議員であり、この山本理事長さんですね、市会議員としての公的責任を負う立場でもありますし、 NPO 法人の理事長として運営してきたその保育園ですよね、保育施設、そういうところでのこの大切な本来の社会的責任を果たさなきゃならない、そういうところでの不祥事案で、理事長というのはこの定款見てもですね、全てのこの計画をこれを提案する側になっているわけですね。それが市会議員であったということでは、市民の皆さんからですね、非常に厳しい批判の目がありまして、我々自身も先ほど理事者の方のありましたけれども、 NPO 法人に対する不信感を広げるということもあるけれども、さらにですね、地元とすればこの市会議員としてのですね、役割はどうやったのかということでの責任が非常に問われると思います。で、理事長には市民への責任を明確にすべきだというふうに思いますが、また法令違反ということで議員に対する信頼失墜行為と
ということで、私は重大であるということを厳しく指摘しておきたいと思います。いかがですか。井野田市長。先ほど森田先生のご質問の中でもお話ししましたように、今回の事案に関しましては法人の代表である理事長の責任は大変重いというふうに思っております。ただ、それ以上なかなか難しいというところで役員の抜本的見直しというところを改善命令でお願いをしておるところでございます。それに加えまして、今おっしゃられたその議員としてのという部分についてはちょっと私どもの方からコメントするのは立場にないというふうに考えております。よろしいですか。はい、他にございませんか。はい、なければ、以上で報告聴取を終わりますが、この際文化芸術政策官及び文化市民局に対して一般質問ある方は、ただいま、挙手をしていただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いいたします。なし。なければ以上で文化市民局を終わります。理事者、大変ご苦労様でした。委員の皆さんはしばらくお残り願います。次回の委員会でありますが、8月21日火曜日に開会し、西京極陸上競技場兼競技場及び吉祥院公園競技場の実地視察を行うことといたします。なお当日は午前9時半に市役所正面玄関前に集合としておりますので、ご予定のほどよろしくお願いいたします。以上で本日の委員会を散会いたします。委員の皆さん、ご苦労様でした。